はようございます。しんのすけの弟子ペルペルです。本日は千葉県にありますウエスタン浦安柳通り店様にてペルペルダブルパニック収録させていただきます。本日が6月29日土曜日ということで9のつく日です。9のつく日は、ライブミソポイント多めかつ前景が何箇所かに、ある日かなと思うところで、時刻が9時38分です。あと2分で、入場抽選というところで、本日の並びが60名様ほどですかね。狙いはいつもの戦後琴音ホールの角台、もうそこでフリーズを引いて今月の引きの流れを全て変えたいと思いますので、まずは抽選から激闘です。始まります。じゃあこっちにしようかな。はい、それでは戦国乙女4乙女調査小太郎倒す月間最終日となります。しっかりと出陣の時、狙いながらスターティー。実質8番目で入ったんですけど、戦国乙女4は8台、ありまして、即埋まりです。多分15番以内で埋まったかなっていう感じですね。バイオ R いつも即埋まり。もう1ヶ月前だと40番ぐらいでも取れてたんですけど、求め。もう最近本当に取れなくなってきたんですよ。ファーストロック。本日が6月の29日ですね。今のところの6月ずっとあのサマエスつけてたんですけども、6月中はマイナスの 19,382 枚です。約2万枚マイナス。今月は本当に引きが終わってます。乙女でさえ1回しかフリーズ引いてないです、今月。今のところですけど、もう15回ぐらいはフリーズストックしてると思うんですよ。で、今日そのストックを全て放出するぐらいの勢いでいきます。もう25日間ぐらい乙女でフリーズ引いてないんで、フリーズ引ければもうそこでもう全てが解けるような気がするんですよ。今日こそフリーズを引いてちょっと流れを変えたいと思います。まあ、こちらのウエスタン浦安柳通り店さんは伝説、何かしらの伝説を残しやすい、起こしやすいお店さんだと思っております。今日も何か出陣の時ですね。やっぱり出陣の時引いてフィナーレにしましょう。お、ビアケアステージだ。410でステチェンして414でステチェンの演出なんで、ビアケアステージ。さあ、100ゲーム、200ゲーム、300ゲーム前半ともにフェイク前兆挟んでの400ゲーム前半です。特殊に1票入れます。特殊に1票、朝一特殊に1票。チャンスアップがない。ない。さあ、798ゲームオハテンです。総投資が27本。さあ、モードが特殊かどうかこの後発表になります。まあ、ここはとりあえず AT に入れておきましょう。30。30分の17。2ゲーム目。ちょっと厳しいか。ああ、危ない。いや、この水、ああ、この弱地で取ったか、ベルの 1% 取ってたかちょっとわからないですけど、オッケー。この後ですよ。さっきの朝一のモードが特殊だったら天国に移行してると思いますね。この終了画面もめちゃくちゃ大事。もしかしたら天国 B のあの黒い画面が動画初映し出せる可能性あります。
収録以外だと2回見たことあるんですけど、あの黒い天国 B 激のこの仮面。いや、デフォルト。セッティング。いつも通りスキスタートです。25回ろう。25回ろう。25回ろうです。スイカがいいね。弱点の 20% で乗せ、あと20ゲーム乗せましょう。天国いた場合は間に合います。あと20ゲーム乗せれば29。おー、右波か。チャンス目、右波まだ。赤文字、赤文字。あ、ない。40ゲーム。ない。さ、演出中にスイカ引いてたんで、まあ潜ってたらいいねっていう感じで演出ないか。60ゲームです。84ゲーム以内に規定ゲーム数食い込んでたらここは勝てる。いやー、厳しいか。信長画面225枚。おい、これ小の煽り即前兆。さあ、天国いるかどうか。まあ弱いか。天国いないか。いないですね。ということは朝一は通常 A のイレギュラーフェイク前兆パターンでした。だいぶ煽られました。いやー、まだ確定じゃないですが、ようやく行きました。250ゲーム、10の1です。強発乙女アタック。村雨のレア役以外は 4.5% ぐらいで勝利。 OK。 お、また、あー、リオク、ここでフリーズ引いてみたい。 OK。いやー、コタロが来なかった。270ゲーム、ボーナス2つです。さあ、出陣チャンスができるチャンス。レア役が引けない。さあ、次でラスト。レア役は1回も引けませんでした。いやー、ない。いやー、まあ、いつも通りっちゃいつも通りなんですけども、この展開は。チャンス告知。あー、6月の強チェリーは外しがちですよ。 55% ありますから。左が良かったけど。ノー、天国です。カンスケセンター、天国です。
いや、ちょっと厳しい。あ、大丈夫か。50ゲーム以内なんてワンチャン天国 B です。いや、ちょっと危ない。赤タイトル OK、 45ゲーム。今ニスルー中です。ボーナス外しか変わらず28本。リベンジ裏告知30。なんか最近裏告知の最終ゲームだけボタンを押すっていう遊びにハマってます。いやー、お隣さんフリーズ、乙女8台中2台フリーズ引いてます。まだ午前中なんですけども、11時56分。これ流れはね、完全に来てるんですけどね、ここまでたどり着けるかどうか。さあ、スイカ2発引きましたよ。でもそんな甘くない。オッケー、やりました、2回目。まあ何で取ったかちょっと不明ですけども。さあ、天国いるかどうか。いやー、乗せられず。50ゲームです。レア役、レア役。のー、信長2回目だね。233枚。ユーア1ゲーム遅い。まあスイカなんで許しましょう。でも今月の状況からすると現段階はやれてる方です。まだ28本なんで、普通だったらもう5枚目が入ってるところ。V のチャンスアップはない。ありました、134、11分の2プレミア。さあ、コタローとまだ今日戦ってません。僕は スイカか。今日村雨が弱い日かもしれない。きた、初小太郎です。まずはノーマル麻酔から。ここ勝てたら出陣ボーナス確定です。宇治政は AT なんで。いやー、今日も強いです。外しか変わらず28本。あ、出陣の時チャンスだ。強チェ強チェ、今年引く予定の強チェを全部ここに詰め込めば出陣の時いけます。押し順で襖直り来たら、あの襖閉まりますんで。厚ナビがいいな。ノー勘介。さあ、3回目の強川ラッシュ。おお、天国確定しました。さあ、天国 B の可能性もありますよ。勘介センターよりこっちの方が天国 B の可能性ありますんで。さあ、勝負。いや、天国は確定してる。30ゲーム乗せれば確実に間に合います。出陣ボーナスが間に合わない、間に合わない。あー、間に合わない。50ゲーム。74ゲーム以内に規定ゲーム数あったらここは勝てるけど、74ゲーム以内なんでほぼないです。だから30ゲーム乗せたかったんですけども、
275枚です。いやー、まあ、天国は確定してます。これ AT の引き戻し前兆だ。あ、ボーナスの可能性もあるんですけど、ゲーム数的に AT の引き戻し前兆69ゲーム分岐。これ AT の引き戻しも当選してたらエピソードですよ。13ゲーム目、軍技から13ゲーム目。あ、ここは外れて軍技終わってから確定パターンか。86ゲーム、ここはなさそうですね。うん、でこの後、あ、これ後期確定です。88ゲーム、全然食い込めなかった。また天国、まあ、さっきのが天国 B で、ここも天国 B か。 50% で天国 B なんですよ。これを AT 中にやんないとあまり意味がない。ああ、これ告知です。48ゲーム、天国天国。悲しみを寄せ、弾けない、何も弾けない。油断しないでください。あえてのチャンス目がいいけど、いやー、スイカかー、まだ、もう一回。あー、これは大丈夫でしょう。矛盾するかな？あ、矛盾しない？これ外したらもう、終わりです。今年はもう終わり。これ外したら本当に終わり。さすがに。うわー、50% ですよ。妨害バトルのストック、55% だ。古代地、左がいい。まだか、まだ。いや、古代地、いやー、早いな。小くらいになるの。いや、ちょっと取れてない可能性がある。3人画面。さあ、天国ループ中です。今とにかく30ゲーム乗せましょう。いやー、出陣ボーナスやれるチャンス、今非常にチャンス。また間に合わない、まあ、天国いるかここは分かんないんですけども。さあ、 AT 確定後に引いた強チェリーで告知はなかったんですけど、ワンチャン取れてる可能性もあると希望を持ちながら妨害バトルです。ないか。元成、強発元成、464枚、取れてないか。お、ちょい強めですね。お、あー、チャンス目か。
さあ、14回目のポイントゼロ。430軍技です。ちょい味噌です、430軍技は。30過ぎの軍技は味噌。お、演出がないパターン。チャンスに当選してての演出ないパターンか。おー、やりました。438ゲーム。14の4、連続してきてます。おお、今日はブラサメが弱い日ですね。これ小太郎なんだよ。あれあれ、 4.7% 引きました。確定じゃないんですけども、ここで出陣チャンスができるかどうか。よし、追加投資、ようやく出陣チャンスが確定しました。459ゲーム。あ、出陣の時チャンスか。もうエピソードなんで、これ閉まったら出陣の時チャンス。チャンス目かー。なあ、閉まんない。おお、秀明。エピソード2回やって、勘助と秀明です。総投資が32本。さあ、やりましょう。この出陣チャンスをやるのに、どのぐらい時間がかかったか。まあ、今日はそんなにかかってないですけど、4時間ですね。さあ、やります。勘助。信長。うお、あ、でも宇治政か、そっか、勘助の上は宇治政か。ここは取りません。信長を取りたいんで、ここは取りません。でも霊薬をちゃんと狙って、あと2ゲームの、いやー、まあいいでしょう。出る 50% で乗せです。いやー、宇治政取るべきか、取るべきだったかどうか。あと10ゲーム。あー、間に合わないか。あー、間に合わない。40乗せです。4人画面かー。 C 以上濃厚、まあ下手したら天国。今日2回目、前回右左中でしたので逆押し。愛してます。今日も51ゲーム。いやー、いやー、ソーリンを超えられるかの戦いですね、ここは。どう説もやりたいところ。だからこれ来てもいい。じゃあ信長まで行きましょう。あれ、今日は勘助の日だ。いやー、弱い演出。 OK、 追加で210。40乗せです。ただ、さっきのボーナス画面4人いたんで、ワンチャン天国かなっていうところで、51ゲームという微妙なところでの山間チャンス成功でした。あと20ゲーム遅かったら食い込めたかもしれない、そんな贅沢な展開の中、残り99ゲーム。さあ、110ゲームで妨害バトルです。よし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 、強制強制強制弱制 50%、 よしてる。
もう一回引いておきましょう、レア役を。の581枚です。いつもだったらあそこでフリーズしてるはずなんですよ。228、2段階ロックボーラスに1票です。おーい、エピソード3回目、勘介2回と、秀明1回。さあ70大替えバトル、あれ8994ゲーム以内に規定ゲーム数だったらここは勝てる。ワンチャン天国、ワンチャン天国、久々に大外に勝ちましたよ。さあ 1.2% ぐらいで 80% ループ、秀吉かイエロー。いや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 、なかなか出てこないです秀吉。全長、あれってことは普通に勝ちましたね。若干信長よりです。732枚、トータル意外と350超えてないです。2回しか超えてないです今、外しか割らずに32本、今446枚あります。50、これで7回目の戦国乙女ボーナスで1回が50 7分の1。いやー、白夜スタート、8割型で天国、いや弱地からの弱地、オッケー、危ない危ない、多分弱地、どっちかの弱地で取りました。415枚、あのパターンは勝ってないんです。30分の26なんで、煽りが来たら AT 出来の子よし、これでなります。あれ、いやこれは大丈夫、30分の26なんで最終ゲーム OK。 さあMAX15枚、いけない、お、あおり、小くらい、あーちょっと熱いですよ、ちょっとだけ熱い、ベルかチェリー、いやーこれは右波なんで強チェリーなんですけれども、ここあえての弱チェリーだったら熱いです。強チェリーより弱チェリーの方が熱い、この今の展開は熱いでしょう。これは右波で弱チェリーですよ。
これ油断します。これは大丈夫、これも大丈夫。 OK、 235枚です。チャンス目ではなくてのでかいのは外したことない。5ゲーム6、 OK。 いやーの327枚さあ、本日2回目の A 点最新部791ゲーム、外し54本です。ワンチャン解放してくれるような気がします。ノさあ、久々です。33分の9、182ゲーム、ラストチャンス。ノーマル麻酔が効きました。の202ゲームボーナス1つです。おう、あ、クレジットがありません。7枚目。今日もいつも通りでした。もう7枚目は当たり前です。裏告知、さあファーストレイ、チャンス目33%。さあお楽しみは最後に残しておきます。ナビが小さいような気がする。ナビが小さいような気がしますね。音もなんか変でした。これは撮ってます。押さないですけど、確かナビが小さい。うん、ナビが、これが通常ですね。これが通常、音が違いました。多分ビックリマークナビの音だったんですよね。ってことは、あのチャンス目で取ってなかったのか、あのチャンス目で取ってて 0.5% のリア役以外のところでオーガーバトルストックしてるかどうか。まあ、どっちかって言ったらチャンス目スルーしてての、リア役以外の1パー。まあ、3枚ベルで取ってたかなと思います。ラスト80行きましょう。時刻は19時6分。総投資が61本です。やりましょう本当のエンディング。12回目の強川ラッシュ。32、そろそろ短縮取れても
いや、これ発展しなかったら熱い。おー、いるか。ただチャンス目引いてたんで。ああ。これ確定じゃないです。紫モア確定じゃないですけど、今とか熱い。ああ、フェイク。これはいますね。ボーナスかかる中。青かー。いや、持ってるか。いや、これは大丈夫な気がする。いやー、ちょっと危ない。微妙です。80% ぐらい。47ゲーム。いや、久々の出陣チャンス。うわー、1ゲームは絶対に耐えなきゃいけない。レア役狙いたいけど、リプレイ狙い。危ない。3年ぶりの家康さん。これ、大逆転の道。いやー、やりましょう。いやー、赤キャラ自体久々ですよ。目標810ゲームいける。あと800ゲームのセーブ、810ぴったりです。贅沢。あれ、40ゲームしか乗せてない。なあ、弱い。非常に弱い。40ゲーム。まあ、OK でしょう。残り62。うわーい。スイカの 4.6% ぐらいで上乗せ。ソーリン。ここは閉まる。この後。ここも、いやー、閉まんない。産地。いやー、ストックあるか。まあ、ないと思いながらやりましょう。93ゲーム、オーガーバトル。あの、裏告知の、チャンス目がどうなってるか。なー、ないかさあ、最後まで諦めない。チャンス目なら復活。スイカで復活。継続はしてなかったですね、さっきのセットは。さあ、20戦目指していきましょう。おっと、これはちょっと耳寄り。ワンチャン 80%。 いや、黄色だから 50% か。もう一回家康。なあ、もうどっちか。追加、オッケー。さあ、5戦目。ここ勝てば3分の1で出陣ボーナス。大ピンチ。油断しないで。さあ、取れてるか。3分の1。追撃を発生します。パネルショート。いやー、技は弱いけど、弱くても出陣ボーナスが出てくる可能性はありましたね。でっかい。ボタン震えたから出陣ボーナスかと思ったら全然150ゲームでした。やりますね、吉本さん。
でもこれでボーナスもついてたらね、かなり贅沢でしたけども、まあいいでしょう。あー危ない、10戦までいけるか。200ぴったり。ノー。さあ残り196ゲーム、このまま駆け抜けないように。信玄様境地、激アツ。おー乗ってるか、乗ってるか、水害乗ってるか。これまたなんか引いたか。あーなんか引いてるか、めちゃくちゃなー。スイカでは乗ったーっと、弱中分の上乗せですか、これはですね。おー重なった。おーそろそろ、あーチャンス目。22、30 OK。いやロックないか、強制。さあ432ゲーム、433ゲーム、435ゲームで今日最後の鴎外バトル。おお不意のチャンス目でした、不意のチャンス目でしたよ。危ない、イエロー、家康同説。あらの、信玄様の、おせかたる、おーオッケー、なんとかつながってますけれども、出陣ボーナスができてません。山間の煽りすら来ない。おーロック、激アツでフリーズがいいですね。ノー。おーこれロック、あーに何か言ったら確定だったんですけどね。ボーナス効果中、たまにはバー狙い。おお、チャンス目。さあ、4分の1。おお、チャンス目、重ねます。2回引きましたよ、降格中のチャンス目。回路は行ってくれるはず。OK。485。チャンス目、高額チャンス目分の回廊です。両方刺さってる可能性もあります。赤いね、赤いね、赤いですよ。タツガン、オッケー、刺さってました。いやー優雅に行きましょう。ここの最中も降格中なんで、ボーナスの抽選されてます。激アツ。さあ495ゲーム、降格チャンス目 25% 差しての出陣チャンス。
すんごい秀吉が迫ってきてます。ボタンいきます。5回 OK。 ボタンいきます。1、2、3、4、5。ああ、6、2、ノー、チャンス目。お、重ねてますね。スイカ、オッケー。このスイカ分は後告知です。このボーナスの最終ゲームで出てきます。いいよ。キャラプッシュ、ノー。20で、これ、川の瀬中に引いたスイカ分で予想は50。うわー、200や。ちょっと待ってください。予想をはるかに上回りました。4倍でした。200ゲーム、あのスイカで200ゲーム乗ってましたね。あららら、ちょっと待ってください。これ降格チャンス目2回引いたんですけど、2回とも乗取ってました。そして2ゲーム目、信長、これはもう始まってます。お知らせ、うわ、いやー、逆転の道が見えました。あと1400枚なんですよ。で、残り310。まだ足らないですが、なんとか波を変えられそうです、今日は。前半やばかったですけども。乗せられず。さあ。さあ、残り329ゲームです。これで天国ループ入ってくれたらいいんですけどね。いや、おー、フリーズしないか。これはミソですよね。77ゲームだから本前兆での激アツの可能性もあります、これ。理想は優雅にがいいかな。あー、本前兆激アツとスイカが重なったパターンでした。チャンス乙女、チャンス乙女、確定乙女。あ、発展乙女でした。96ゲーム、残りが234ゲームです。いきましょう。女子てる、いない。プッシュボタン5回いきます。もう一息なんですよ。さあ、銃乗せです。デフォルト画面、おお、セクシーでした。ボーナス降格率も取って、ここしまって、しまんない。30、さあ、314ゲームで大会バトル。ここから24足して、338ゲーム以内に規定ゲーム数あれば間に合うんですけども、338ゲーム以内ってなるとちょっとないよりです。なのでここは厳しいんで、リアク引いて継続させるしかない。レア役、レア役、
ロックしない。2856枚です。もしかしたら有利感切れてるかもしれないんで、320ゲームと記憶しておきましょう。あー、ないやけど、ない。まあおそらく切れてないと思うんで、ここで終了しましょう。360ゲーム、店内の方なんですけど、まあ、とりあえずこの台はおそらくいつもの戦国止め方かなと思います。いい要素がちょっと秀明エピソードぐらいで、他はチャンスゾーンが 27%、 まあ悪くはないですね。で AT 終了画面が、吉本4、信長3、元就3ということで、まあほぼ1対1対1、355も4回、しまして、途中天国でギザギザしてるグラフになったんですけど、おそらくいつもの戦国御殿4かなと思います。お隣さんが、直撃2回で、チョイプラ、右の方が、直撃1回で、チャンス目チャンスゾーンの直撃が1回で、右肩上がりで6000枚、そして角台が右肩上がりで4000枚で、後ろの奥角がめちゃくちゃギザギザグラフでちょいマイナスで、私の後ろが右肩上がりグラフで、7000枚、直撃は1回で、角も、プラスと、8分の5で、乙女はプラスと、なっております。今日もおそらく半分はあるのかなと、思います。はい、バイオ RE2 も、いいグラフ、右肩上がりグラフ、一度ありますんで、他はちょっとこの後、見ていこうかなと思います。モンキーターンも結構、良さそうなグラフ、たくさんありますので、モンキーターンもいいかなと。ということで今回は絶対にマイナスで終わるんだろうなっていう展開でしたけども、奇跡の、プラスで終われましたので、投資が2806枚で回収が2837枚ということで、サマイスがプラスの31枚、ということで今日はこの辺で乙女調査終了したいと思います。引きが戻ってきたかどうか、明日カメラなしで、確かめたいと思います。6月の収録はこれにて終了したいと思います。いいところがない月になったんですけど、7月からも、しっかり1日1回はフリーズ当たり前の気持ちでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今回は、ウエスタン浦安柳通り店様にてプルプルダブルパニックでした。最後までご視聴ありがとうございました。